ごめん。今日もバイト入ってて、ちょっこ。はいはーい。お帰りの時間です、かぐや様。じゃあ、初期ちゃんと白金会長が付き合ったら。夜の富士山がすっごい綺麗だったんだよ。ラーメン作りたい。54,000、66,000、82,000円。目がチカチカしてきた。ええ、大丈夫。悪いスライムじゃないよって。そっか、会えて嬉しいよ。この藤重山には鬼殺の剣士様方が生け捕りにした鬼が閉じ込められており、しかしここから先には藤の花は咲いておりませんから、鬼どもがおります。いらない心配、また来るよ。雫さんにはそう伝えといて。ここかな、手芸部なんてあったんだ。じゃあもっと似合う服ある？何も変わってないし。我が輩、これがいい。獣の戦士の何が問題だ？無論だ、獣の戦士に稀に起こる発作のようなものだろう。カバネ、ゴンは強くなったぞ。今一度勝負だ。肩入れではない、監視だ。勝手なことをしないか、ゴンが見張ってやる。声、誰かいるのか？会話で敵の情報を引き出そうとしているのか。頑張れ、モモン様。勝敗の乙女を抱きかかえ、守りながら戦う。これは姫というより荷物では。だったら毎週火曜と木曜です。それとも付き合いでしか吸わないんだね、タバコ。先輩、あとはどこ受けるんですか？もちろんだ。なんだったらおとりだけじゃなくて倒してもいいんだぜ。今度は俺の魔法で行く。大胆バンチ。アヤトとナキをサポートしろ。東側はピエロに任せて退避。たく、面倒を押し付けやがって。笛口、何これ、私たちだけ映ってない。君おる。検索して特定して本当に押しかけてくるとか信じられないんですけど。ああ。